はいどうもマロチです。よろしくお願いします。ルーキーズやっていきましょう。難易度変わらずです。今回は楽天戦取っていきます。はい、コボスタでやるんで今回はしっかりと応援曲も流れるでしょう。昨日はね寂しかったからね、コメントでも応援曲の大切さを知ったみたいなコメントもあって、今回は、セナ君でいきます。結構コメントは来てましたね。佐藤セナ選手が見たいっていうコメントは多く来てました。セナ君はねあんまり高校野球見ない俺でも知ってる選手ですね。とりあえずこんな感じかな。野手ちょっと待ってよ。横尾選手をファーストにして吉田くん外野かな。サード森くんか。でセカンドに山本くん。ちょっと打順後でいじります。お、ショートどうする。西川くんいきますか。キャッチャーはね足立選手。楽天戦ってこと考えたらロコエ選手出したいけどな。そのチームに合わせて選手出していったら結構の縛りかかると思うんだよねこの先もね。あんまそういうことは考えずにいこうか。横尾くん6番ぐらい打ってみようか。1番高山選手いきますか。2番山本くん。こんな感じでいきましょう。ポジションは問題ないよね。セカンド、ショート、サード、ファースト、レフト、問題なしです。はい、よし頑張りましょう。いやー、昨日日曜日にルーキーズの1本目を撮ったんですよ。で月曜日にアップって形だったんですけど、久々撮ったわけさ、その動画自体をね。その時に栄冠ナインも一緒に撮ってるんだけど、動画撮るのってこんな難しかったっけなと思ったね。なんか何喋っていいか全く分かんねえの。俺よくゲームやりながら一人ペラペラ喋ってたなと本当思ったね。よし頑張ろうぜ。さあ注目の立ち上がり、バッター何屋の安打製造機高山。フルスイングからいきましょうか。プレイボール打った流し打ち一塁へ送る。そうだな、ユニフォームはあれだな、これでワンアウト。前回の方がいいな、俺は好きだな。引っ張り第3球は打ちました、引っ掛けた。あと山本くんも結構コメントは来てましたね。これでツーアウト、ランナーありません。もともとはセカンドじゃないんだっけ、なんかツイッターで教えてもらったんだけどな。巨人阪神戦だったかな、見た時に山本くんが出てて全然俺知らなくてさ、でツイッターで聞いて、でそもそもはセカンドの選手じゃないみたいなことはなんか聞いた記憶があります。だからまあセカンドで出てたしね、セカンドで出しました今回。横尾くんどうする、集中とか使っていやはまねえかな。投げました、うわかけた、これは内野ゴロ、二塁送球、二塁アウト、スリーアウトチェンジ、二塁までランナーを進めました。一回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。セナ君は、そうね、外側投げました、アウトコース低め見送ちょっと待って、今思った、俺高山くん何やった、センター返しやんなかったよね。投げた、俺お決まりのやつ。左へ転がした、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、ランナー二塁。全然バント警戒が頭になかった。先制のピンチを迎えます。内角。第5球投げた、打った、ファー。頑張って。第6球を投げた、見逃す。いや応援曲あるといいね。応援曲あるといいね。なんか静かじゃないっていうのは岡島選手4番なんだ。静かじゃないっていうのがいいね。次が5球目。打ちました。ショートこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。佐藤今日は
チャンステーマが正しいかどうかは分からないです。プレイステーションストアで買った曲って自動で設定できるんですけど、自動設定にしてるんで、流し第3球で俺さ、高校野球ね、普段あんまり見ないんですけど、まあ、ちょうど病院行ったりや何やりでで結構時間があるっちゃあったのさ。もう仕事も休んでて、で全然見る時間ってさ、あの北海道のね予選から見ててさ、で北海道クラークか、北海道はでね、結構こうねツイッターとかでね、俺今高校野球を見ててどこどこ応援してるんだっていうのを言いたかったんだけど、プロじゃないからね、なかなかその高校野球、どこの高校を応援してるっていうのはなんか自分の中でちょっと言いにくい部分があって言わなかったんだけど、まあ、北海道代表で、北海高校ね、ちょっと応援しようかなと思ってて、まあもうこうなっ、もうその地区大会はなかなか言いにくかったの、どこどこ応援するっていうのは。惜しいな、今井さん9番なんかいいな、好きだな、外角J、まあ、北海高校はね結構うちからも近いっちゃ近いんだよね。バッター史上最高の最終兵器杉本、プロ入り初打席を迎えます。いやこの杉本くんがさ、ちょっと楽しみだよね、将来的に身体能力すごいんでしょ。第5球投げた、ストレート、よし OK、 右バッターボックスは山本、走りましょう走りましょう。第9、一塁ランナーを下、よし高山、今シーズンフルスイング行こうかな、流したいよな、いやフルスイングで集中か。対戦に挑みます。第4球を投げた、 OK、 クリーンヒット、ナガチ、ボールが転がる、初ですよ、初ホームラン以外で点取ったの、これは嬉しいね。バッターは渡り鳥、西川ちょっと待って、二つなでもないのか、渡り鳥なのか、俺が設定したんだけどね、ごめんねなんか結構適当っちゃ適当な感じだね、よくないね。第5球投げた、打ちました、うまいんじゃないの、ナイバッチ、一塁ランナー二塁を回った、いや惜しかったね山本くんね。ナイスバッティングです、今日これで2打数の2安打。バッターは5番横さん、最初のバッターボックスショートゴロに倒れています。投げた、うわイーグルス、この回は打順よく1番からの攻撃、セットバッターボール球とかも使ってこうか、最初のバッターボックスはフォアボール、本当にボール球しか使わないのやめろよ、バントだべ、ここはルーキー、ここはバントシフトを敷きます。投げました、初球から送ってきました、ピッチャーの右へ転がした、いいよいいよ、山本取ってアウト、ランナー二塁に進みました、ルーキー同点、いや高めを使いにくいんだよな、今日ちょっと使っとこうか。第4球を投げました、外、空振り三振、アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました、打ちました、内野ゴロ、ピッチャーこれは守備範囲内、セナ君大したいんでしょ、スリーアウトチェンジ、こぼした宮城から送る、試合はこれから中盤4回に入ります。バッター、永遠の魔法使い吉田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、流し打ち、どうだ、惜しいね、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト、木下くんのフルスイング、第4球を投げました、よーし OKOKOK、 木下くん足ないね、走れないね、どうしようか、得意のスタートだな、打たせるか、なんか得点圏にランナーをとりあえず置きたいっていう気持ちがあるんだけどな、流しましょう。第5球投げた、打ちました、1、2塁歓迎、走れ2塁送る、2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、3アウトチェンジ、4回の表、
4回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは牧野、ね、第1打席スイングアウトの三振に倒れています。打ちました、あっと引っ掛けた、もぎ取った、一塁送球うまい、一塁はアウト。これでワンアウト。コメントで来てたけど、森君大学自体はサードだったみたいですね。でプロ入ってからショート。大したもんだよね。うわー、掴んできたか。第3球を投げた、引っ張った、ライトへ持っていった、ライト前クリーンヒット、ボールは中継。とりあえず次1球入魂か。島三塁です。と後藤さあ、監督は勝負に出ました。行ってこい。次が4球目、投げた、外角高め、空振り三振。バッターは9番今井。ボール球でいきましょう。第4球はよし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 。取ってこれで3アウトチェンジ。佐藤、ここまでランナーは出した。ルーキー、この回の攻撃は杉本くん。バッターは史上最高の最終兵器。当たればホームランあるよ。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。当たれ。投げた。当たったけどな。掴みました。もうちょいミートルがあればな、すげえ使いやすい選手なんだけどな。高山、今日はサードゴロと。よし、ナバチツベス。ヒットになります。ボールが点々と転がっている。ボールは中継。高山ツーベースヒット。今日初めてのヒットになりました。あ、ちなみにね、うちのチームヒット打ったらライディーに流れる。バッターは2番山本。これが3度目のバッターボックス。さっき打ってんだよな。ワンアウトちょっと使っていくか、使ってみっか、使っていこうか。さあ監督、ここで何か仕掛けてくるでしょうか。悪いこと教えてもらうなよ。第3球を投げた、打った、うわ、ボールを取る、一塁送球、やばい、アウト。ビッグベースボール使ったことも早速後悔してる俺。これで早速後悔してるから。投げました、低めボール球、惜しい、いけ、頑張れ。投げました、インコース、空振り三振。後悔しかない。イーグルス、この回1番からの高打順になります。先頭バッターは指名打者島内。第4球を投げました。あー怖いね。セカンドの頭上、セカンドが落下点に入りました。取りました。いや意外と勝負できるね。バッターはありません。バッターは2番藤田。第3球をなんかこう投げました。まあプロスキーパワープロの違いもあると思うけどさ、今まで2回やったのヘルキーズ、だいたいねボロクソ負けるっていう企画のイメージが強いんだよね。打ちました、破った、ボールは中継、ひじりさいいバッティングを。ボール球いこう。次は5球目、投げた、流し打ち、取って、よし、アウト。うまいね佐藤。毎回ランナーゲームは後半に入ります。まあ、ちょっとひそびれちゃったけど毎回ランナー出してんだね。第5球、まあ、踏ん張ってくれてるから。投げた、打ちました、フラフラッと上がった。問題は攻撃だな。攻撃ですね。もうちょいどうにかしたいですね。横、今日はショートゴロと。打った、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは永遠の魔法使い吉田。今日はファーストゴロと打ちました。ファーストの横、簡単に落としまな。ちょっと次のイニング誰かしら代打出して動いてみようか。イーグルスの攻撃、トップバッターは牧田。今日は三振とサードゴロ。第5球投げた、打ちました、ファースト。いや、いいストレートだね今の。横一塁、セナ君すごいよ。ちょっとさっき低めで島選手に打たれた記憶があるな。ナイトピック。さあ6球目、見逃しの三振。いやいい。バッターは7番後藤。スタミナさえあればもうちょい投げさせたいけど、このイニングが最後だろうな。これが3度目のバッターボックス。あら、第4球を投げた、変化球外れた、フォアボール。佐藤、ストレートのフォアボールを与えます。おー、代打は出てなかったのか。第3球を投げた、打った、よし、山本掴んだ、お疲れ。2アウト、スリーアウトチェンジ。こぼした宮城から。さあここは守備を変えてくるようです。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは DH の木下。なんなら出れっかな、意外と待てとかはまんねえかな。投球これから5球目、
ボール、フォアボール、先頭バッターフォアボールで出塁します。第2球バントしました。うまいね。アウト。さあ得点圏にランナーを進めました。代打。打てそうな人、平沢くん行ってみようか。バッターは代打平沢。さあここで監督は勝負に出ました。行ってこい。投球はこれから3球目。打ちました。うまい。ヒット。平沢。まあ帰れないのしょうがないな。ルーキーなおもチャンスが続きます。いやないバッチですよ。走りましょう。ルーキー代走を起用します。オコエ一塁に入りました。第2球ランナースタート。キャッチャー送球。二塁よし。ルーキー重要な場面で盗塁を決めてきました。さあここで勝負に出ました。いやいい、今ゲッツーとかないから。イーグルスここで前進守備を敷きます。打ちました。引っ掛けた。ちょっと浅いな。ちょっとどころじゃなく浅いな。取った。これで2アウト。ランナーは2塁3塁変わりません。山本君今日打ってくからね。さあフルスイングでしょう。はまりそうでしょう。さあ投球は5球目。くっそ空振り三振。くっそ守備どうすかな。ライトで問題ないか。このまま行きますか。このまま行きましょう。ピッチャー交代しましょうか。7回の裏イーグルス。瀬名君も疲れよくやってくれましたよ。今日は三振とショートフライ。石橋君ってみましょうか。1点は怖いな。きついな。先発の佐藤。次は5球目。投げました。よし。あっと引っ掛けた。これは内野へのフライだ。俺このまんま終わんない気がするんだよな。これでワンアウト。ランナーはありません。打順はトップに返って島内。あんま自分でこういうこと言いたくないけど。インコース引っ張った。よし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 。これで2アウト。ランナーありません。左バッターボックスは2番藤田。第4球は うまい最高だ。カメラアングル最低だけど。7回の裏が終わりまして1対0。シオン降板。ルーキー今回はクリーンナップから。さあなんとかね点を取って、ちょっと代打出しましょうか。ここまで2打席連続三振。大城くん出しても大丈夫だな。あ、何？大城くんでそんなに内野いっぱいできるんだ。サードと外野しか見たことがなかった。バッター、国民の貴公子、大城、プロ入り初打席を迎えます。ずいぶん偉そうな二つ名つけてんね、国民の貴公子。第3球を投げました。打った。これはショート真正面。うまい。ショートから一塁送球。アウト。これでワンアウト。ランナーありません。バッターは赤い彗星よぎ。おっしゃよく打った。よく打ってくれた。ホームラン。いやー素晴らしい森くん。ソロホームラン。ライトスタンドへ吸い込まれていった。右バッターボックスには横尾。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。いや、ここは横尾くんで行こう。指示はまってるよ。投げました。よし、うまい。ああ、惜しいな。ここはファインプレーに阻まれました。ツーアウトです。いや、違うんだよな、今な。今井さんでしょ、ファースト。今井さんの動きを見てほしかったんだな。魔法使い、吉田。今日はここまで3打数ノーヒット。投げました。打ちました。ライト線ぐーっと打球が上がってきますが、取ってアウト。スリーアウトチェンジ。今年のねルーキーズでねちょっと物足りなさを感じてるのがね、抑えできる人がさほどいないってことなんだよね。
こうかな。本当にショート多いな。さあここは守備を変えてくるようです。イーグルス、この回はクリーンナップからの石橋君お疲れ。トップバッターはビジリさん。今日はここまで3打数1安打2三振。あ、逆にしときがあったな。熊原選手先発中継ぎ枠にしたかったな。これ高橋って順平君でしょ。井口選手いきましょうか。ルーキーピッチャーを交代します。まあ、このセットアッパーのポジションはね、まあ、ちょっと昨日とほぼほぼ被っちゃってるけど、まあ、ここはいろいろ変えていけると思うんだけど、抑えだけが変えが効かないんだよな。抑え適性持っててもね、ちょっとできるよぐらいな感じの選手なんだよね。多分井口君とかもそんな感じだと思うんだけど。見送ってフォアボール、ストレートでフォアボール、バッターは5番マキラ。今日はここまで3打数ノーヒット1三振、打ちました。フラフラッと上がった、取りました。これで2アウト、ランナーは1塁。いや怖いぐらい順調ね。第4球を投げた、打った、ボールはライナーで右中間へ、これはヒットになります。ボールは中継、いいよ、いい守備だよ。バッティングを見せました。使えない、足を広げています。集中、低めでいきましょうか。さあ6球目、ランナースタートを切った、よし、あ、大丈夫か、大丈夫、レフトへの浅いフライになった。掴んでこれで3アウトになります。いや順調ですな。武藤降板、さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは指名打者木下。吉本くんかな、吉本くんでいいんでしょ。宇佐美くんとかでヒット出てくれればダイソー吉本くんみたいな、そういうことやりてんだよな。やりてえことやるか。ピンチヒッターは宇佐美、プロ入り初打席を迎えます。初打席頑張ってこい。さあ6球目、ストライク、空振り三振。バッター、東北の稲妻足立、第3球を投げた、打ちました。藤田、たまにかっこいい2つないるね、東北の稲妻とか。これで2アウト、ランナーありません。まあ、俺がね、適当につけてるだけだけどね。オコエ、第5球投げた、打ちました。これはいい当たり、打球はそのまま、これは取られるな。取ってこれで3アウト、チェンジ。守ろう、ルーキー。DH でしょ、変えたの俺。大丈夫大丈夫、一発勝負もあるし大丈夫だ、いける。ルーキーピッチャー交代、頑張ってね。井口降板、ルーキーの近藤。第5球投げた、ストライク、ナチバッターは9番今井、通算100号本塁打まであと7本としています。チープ2者連続三振、バッターのトップに帰る。さあ試合の行方を左右する場面、ここで勝負に出ます。さあ試合の行方を左右する場面、行ってこい、ここで勝負に出ます。投げた、打った、いやもう一発勝負同士だと絶対負ける決まって負ける。今シーズン勝った試しがない。次が4球目、投げました、打った、高山余裕があります。ちょっと強いんじゃないですか、ルーキーズ。終了です。増添監督の力が半端ないっていうことですかね、これは。近藤大輔。さて今日のヒーローは勝利投手の。おめでとう瀬名君。本当に今日は大活躍。あれよね、瀬名君ってドラフトの指名順位結構下の方だったよね。結構名前は売れてたと思うんだ、学生時代から。名前売れるイコール実力とかではないのか。よし、
コメント読んでいきましょう。舛添監督に名監督の予感がします。俺もねちょっとしてる。結構昨日はね何々選手が見たいっていうコメントがあって、まあ十何本取るんだ、 CS 抜けば18本か。まず前半の、6チーム各球団取って、交流戦6チームで後半戦6チーム、6×3 の18、まあ18本、残り16か、今2試合取ったんで、まあいろんな選手を出していくんで、交流戦の時どうするんですか。ホームでしかやんないチームもあると思うんで、どうしましょうどうしようかね。まあ その時はしょうがない、しょうがないんじゃないかな。寂しい感じで寂しい感じで撮っていくんじゃないかな。みんなそれぞれ心の中で BGM かけてくれれば。どう、今奥井みたいなこと言ってみたけど、どうもこうもないね。いやー順調なぐらい強いな。ちょっと待って、交流戦5月末だっけ。いやー多分横浜でしょ。いやーてかあれだな、絶対ブルーって書いてあるもん、中日戦。他で中日やらないの？2試合しかやらないのかな。なんか未だに見慣れねえなこれな。よし終わろう、交流戦の時考えようね、やりましょう。よし、そんじゃ今回ここで終わりましょう。明日も頑張っていきます。そんじゃ、終わります。バイバイ。